本校では、ブルンジの図書館について扱う。ブルンジにはいくつかの図書館が設置されている。国立図書館があるほか、政府機関や大学にも図書館が置かれている。国際連合によると、2014年の成人ブルンジ人の識字率は約61%であった。ブルンジ国立図書館は、ブジュンブラにあるブルンジの国立図書館である。文化、青年、スポーツ賞が 奨励第670-1358を交付し、1989年9月20日に設立された。国立図書館員はマリエ・バーナデットンタ・タホルワーミーが務めている。本館は図書館と文書館の両方の機能を持っている。1990年代初頭には職員と資金が不足していたため、コレクションが専門的に組織されておらず、図書館には 本とカード目録と閲覧室があるだけであった。ブルンジ大学ブルンジ大学図書館は1981年に開館し、1985年に正式に兼納された。1990年代初頭には約15万冊の本を収蔵していた。また、同時点での高等軍事機関の蔵書冊数は4600冊であった。大学図書館は 各学年度の初めに学生を対象とした図書館ツアーと利用指導を実施している。ブルンジ大学図書館学部では図書館司書志望者向けの2年間のコースを提供している。ギテガ農業研究所にもコレクションが存在する。政府のコレクションとして、計画省の国立統計資料センター農業省、農業支援図書館、教育省の科学研究部門図書館、 行政省の障害学習センターが存在する。ありがとうございます。